三宅幸男は、奈良県柏原市出身の元特許庁長官。元日本交換副社長。67歳坊津。旧制八校、東京帝国大学法学部政治学科卒業後、1943年に商工賞入賞。同期に、山下秀明、新高野の一、楠ち、勝義、長橋直、井戸武久など。官僚たちの夏の庭野のモデル。 統制経済志向の佐橋茂の八高後輩であり、なおかつ徴用され、池田隼人通産大臣秘書官、重工業局鉄工業務課長などを経て、通産省企業局次長から、繊維雑貨局長を歴任。しかし、次長から局長に承認する過程で、時間候補からは外れたとされている。繊維雑貨局長在任中、1969年11月以来、 日米戦意交渉で局面打開に当たってきたが、当時の下田武蔵中米大使のアメリカの規制案をのめといった発言に、業界保護の通産省の立場から苦慮した。外務省とのご越同州関係が浮き彫りになった発言であったが、この中米大使の発言に対しては、日本政府の訓練違反に当たるといった批判も出た。こうした猛烈なせめぎ合いの立場から、 自病の糖尿病が悪化したため、1970年8月に入院。このことから、佐藤、ニクソン会談で早急に政府間交渉を再開し、交渉打結を図ることとされたため、退任が認められ、同期のクスオカツヨシが局長となり、その任に当たることとなった。後復帰して、同期の長橋直の後を受けて、公益事業局長に就任し、 同じく同期の井戸の後を受けて就任した特許庁長官にて退官。退官後の1974年、日本交換入社。常務、専務を経て、1982年に副社長。後、取締役相談役。中東経済研究処理事長。他に、テレビ、神奈川取締役など。1988年2月、自宅で脳梗塞にて死去。 67歳、ありがとうございます。